この裁判は旧優生保護法の元不妊手術を強制されたことは憲法違反だとして、県内に住む70代の男女2人が国に合わせて6600万円の損害賠償を求めているものです。国は損害賠償を請求できる期間除籍期,期間が過ぎていると棄却を求めていましたが、熊本地裁は去年1月除籍期,期間の適用を認めず国に。 2200万円のの支払いいを命じままししししたたこの判決に対し国は控訴していました全国で裁判となっている旧優生保護法をめぐっては最高裁がことし7月この法律が憲法違反だとして国に賠償を命じ先月、国と原告側はすべての被害者に1500万円を補償するなどの和解条件で合意していました。 そして原告弁護団によりますと熊本の原告もこの和解条件で来月7日に和解が成立することが決まったということです。